アッシュお疲れ。お疲れ。どう最近は忙しいの？最近はね、日曜日も忙しくやらせていただいてます。休みなし12月は。今んとこちょっと休んでるぐらいで、そうですね。ほぼフル活動で滝沢造園は頑張ってやらせていただいてます。いいですね、滝沢造園さん忙しいことで。そう。そういえば聞いてよ、この前。うん。ハイラックスサーフ買ったんだよ、ね、車買ったの？そう、買ったの。 やばー、どんな感じのやつ？もうリフトアップしててちょっとね、車高も高くなってる感じの四駆っていう。あ、もう調子いい感じのやつね。そう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 。あ、アッシャン、調子いい感じのやつって言えばモチフェスって知ってる？モチフェス？そうそう、モチフェス。モチフェス行ったことある？知らないな。あ、聞いたことない。モチフェスは知らないな。あのね、毎年正月、毎年ね、はいはいはい、1月3日。1月3日？そう、1月の3日、正月早々。あー、はい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 。有限会社吉田自動車板金の、はいはい、敷地内で、はい、やってる、はい、餅つきパーティーなんだけど。餅つくの？そう、リアルに餅つくの。へー。もう小さいお子さんから、はいはいはい、もう自分たちの親の代まで。うわ、めっちゃ楽しそうじゃんそれ。言ったらおじいちゃんおばあちゃんたちが、はいはいはい、もう毎年100人以上集まってくれて。あ、そんなに来てるんだ。そうでね、もうリアルにキネとウスで、おうおう、生の餅がつけるわけよ。へえ。でね、はい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 、参加費が、はい、なんとたったの1000円で。1000円？そう、1000円で。めっちゃ安くね。でしょ、これ以上安いパーティーないでしょ。安っていう状況で、おうおうおう、餅以外にも、うん、長沼精肉店さんちの豚汁、豚汁、カゾマグさんのおしるこ、カゾマグのおしるこ、そう、はいはい、それにね、はい、ウオシンさんちのおでん、ウオシンさんちのおでん、なんとさらに松村牧場さんちの香り豚、香り豚まで出ちゃうの？そう、それも食べれるし、おうおうおう、さらには小松ベーカリーさんちのクリームシチュー、クリームシチューも？そうでね、餅につけるソースも、うん、まあ、あんことかきなことか、うん、辛味とか、はい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 、まあ、そういうのはあるわけ、はいはいはい、さらにはね、はい、カゾといえば、かしかめさん、はい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 、あとてるこうさん、はい、ちのオリジナルソースも作ってきてもらえて、それをつけて食べれるんですよ、餅が。すげえ、なんか豪華だね。やばいでしょ。やば。さらには今年はね、うん、ハモンセラーノって生ハム。ハムセラーノ？ハモンセラーノ。あ、そういう生ハムがあるわけ。そうそう、それもね、食べ放題。へえ。やっぱさ、餅もあって、そんないろんな食べ物もあって、おうおうおう、あとはやっぱりお酒でしょ。ああ、飲みたいね、お酒はね。もうこの間8周年イベントが記憶に新しいジャングルジムさんが、はいはいはい、販売しにやってきてくれますね。でさらにはさ、やっぱ子供なんかいる人はさ、はいはいはい、なんか遊べるのないのみたいな、おー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 、そういうのあるでしょ。まあそうだね。なんとモチフェスね、うんうん、カゾ近辺の企業様36社がうわ、すご。そう、今、協賛についてくれてまして。おう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 、その、企業さんの名前を、題材にしたカルタ、オリジナルカルタ。カルタ？このカルタ大会を子供と一緒にやろうかなと。うわ、なんか楽しそうだね、それ。このカルタも僕らが作るオリジナルなわけよ。楽しみでしょ？楽しみ、楽しみ。でね、まだ他にもいろいろあって、はいはいはい、射的。射的。あと、一円玉落とし。一円玉落としね。うん。はいはいはい、あとね、
子供がふんどし、地面につくぐらいのふんどしをつけて、うんうん、走るわけ、うん、でそのふんどしが地面につかないで何秒走り切れるかみたいな。うお、何それ、ふんどしダッシュって名前なんだけど、またなんか新しいね。そう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 、新しいね、遊びとかも考えて、まあ子供がね飽きないように、うん、しかもなんかこう射的でもね、うん、倒したりしたら景品がもらえるように、はいはいはい、はい、そうそう、いろいろね手の込んだ遊びを準備しようかなと。さらにはさらにはね、やっぱ場の雰囲気をね、やっぱこう BGM が大事じゃないですか。ね、これもね、東京の方からゲスト DJ も呼んだり、はいはいはい、地元でいつも活躍してる DJ さんたちを呼んだり、はいはい、さらには地元のねバンドも呼んで、うんうん、生ライブとかも見てもらっちゃって、うわなんか楽しみじゃんめっちゃ。でしょ、もうこんなイベントが参加費たったの1,000円、めっちゃ安くねそれ。でしょ、安っ。そうなんですよ、そんないいパーティーなかなかないですからね。いやーだね、何、1月何日だっけ、2016年1月3日、1月3日日曜日、うわ日曜日だからいけるわ。朝の10時から夕方の3時まで。あ、3時までね。そう、最初にも言ったけど、うんうんうん、吉田自動車板金の敷地で、うんうん、そういう面白い餅つきイベントやりますんで、はい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 、明日もその日はさすがに、うん、お仕事の方、はい、休みだと思いますから。いやーそうだね、ね、休みますですよね、はいはい、なんで友達とかね、うん、まあ親でもいいですよ、呼んでもらって、呼んじゃう呼んじゃう。2016年1月3日は吉田自動車板金の餅フェスへ遊びに来てください。行っちゃうよ。痛くって途中ガリッガリッつって止まるんだよバリカンが、いつもガリッガリッつって痛くってさ、ねえちゃんとやってよ、もうバリカンやるんだったらさガリッじゃなくてさ、痛いんだからね、痛いてかめっちゃ痛い、引っかかるんだよ毛が、毛が引っかかるわ。